今回はこちらのミズノのアームガードとフットガードになります。こちらは両方ともメッシュ素材になってますね。そしてアームガードは今つけてるのは左右兼用ですね。フットガードは今つけてるのはこれは右打者用になってます。今つけてるホワイト、そしてこちらのブラック、フットガードと両方あります。はい、ではまずこちらのアームガードですね。このようにメッシュで、こちらは本当にシンプルに腕を通してマジックテープで止めるというものになってます。そして裏はこのようになってます。こちらは公式用なので固めではあるんですけども、肌に優しい感じのニップにしたスポンジ感もあります。そして素材感はフットガードも同じです。フットガードなんですけども、たまにあるのがこうやってピョコンって出てますよね。ここが、こちらを内側にするのが右バッター、で逆に右足の内側にこうやって入ってくるのが左バッターになります。これ外に出るんじゃないのかってあると思うんですけども、デッドボールを保護するんじゃなくて、どっちかといったら自打球を保護するものになってます。まあ、デッドボールは避けようと思えば避けれるんですけど、自打球は避けれないですからね。なんで自打球ガードですね。はい、でフットガードはこちらの靴の下ですね、靴の外にこうやって引っ掛けて、ここでまあ調整して足の裏でカチッと止めるものになってます。で付け方はシンプルです。で先ほどのアームガードと同様に、こちらも少し柔らかい肌に優しい感じの素材になってます。公式がやっぱフットガードとかアームガードつけるの多いと思うんですけども、軟式はねやっぱ M 級になって結構硬くなってるのでね、安全面でやっぱつけるのも大切かなと思います。というわけで今回はこちらのアームガード、フットガードの紹介でした。皆さんぜひチェックお願いします。今回はやってほしい野球あるあるバージョンします。鉄板でも乾燥でも何でも本日の MVP 賞はバージョン、こちら見つかないまで出てきます。チャンネル登録はここから、こちらこちらインスタツイッターを見てね。